9カイカメルマガ2019年10月31日お楽しみ様です一般社団法人カイカ GPE グローバルピースエディケーション村松大輔です本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるようカイカより応援しています本日のカイカメッセージあなたとあなたの周りは精妙な振動数の海 前編あなたは周り中に広がっているエネルギーから出来上がっています。しかもそのエネルギーはすごーく細かな振動をしていて宇宙中に広がっていて時間も何もいろいろ畳み込んでいて瞬間的に伝わるエネルギーです。地球上だけでなく宇宙中で起こっている出来事を示する大理論 海浮き輪理論というのがありますこの海浮き輪り論はとっても有名な世界的な法則で覚えておいてもらいたいのですが絵画が勝手に名付けているものです宇宙の仕組みはとってもシンプルゼロポイントフィールドはまさに海のイメージです素粒子振動よりも超ひも理論の振動よりももっと振動数が高く 細かい周波数帯であるゼロポイントフィールドそれがあなたの周りのフィールドでありあなたが海の真ん中で浮き輪で浮かんでいると想像してみてくださいねこの図のようなイメージですその周りに弟とかお友達とかお母さんとかクマさんとかがいます 皆さんが海の中心で浮き輪をドドドーンと波を打っていますそして周りからの波を全身に浴びています宇宙の仕組みはただこれだけ以上宇宙の証明終わりです例えばあなたがありがとうと発信します 浮き輪に乗って「ありがとう」とドドーンと外へ波を打っていますそうすると「ありがとう波」波が周りへ広がっていますその宇宙の海の中をあなたが泳いでいるからドドーンと「ありがとう波」波を全身に浴びますつまり周りから「ありがとう」とたくさん感謝されますそれが宇宙の法則なんです あなたが周りを批判すればあなたが浮き輪に乗ってあなたが生活する海全体を批判の波が立つので批判を受けるだから自分が発信している波を自分が受けるということなんですさてここから応用編です周りから何か波が来たとします例えば批判の波 もうあんたのせいでこうなっちゃうじゃないもうどうしてくれんのよという波をあなたがかぶったということはあなたがもうあんたのせいでこうなっちゃうじゃないもうどうしてくれんのよとかつて波を打ったことがあるからあなたの海の周りがそういう波になっているんです逆にいやあなた最近さらに笑顔が素敵になったじゃないと言われたとしますそれも 浮き輪の中心であるあなたがかつてドドーンと外へ向けてあらかわいい髪型じゃないとほめほめの波を打っていたからですまたあなたが周りの人へ日頃言っていること思っていることあら素敵なお洋服じゃない似合うねだったりもうどうしてあんたはそんなにできないのも何と言ったらわかるのだったりそれも あなたが浮き輪の波を素敵なお洋服ねとドドーンと波打っているとその海を作りますその海の中をあなたが泳いでいるのであなたの全身にあらあなた素敵じゃないという波をもらいますあなたが何と言ったらわかんのという攻撃の波をドドーンとやっているとその海の中をあなたが泳いでいるのであなたの全身に 批判攻撃の波をもらいますただそれだけです宇宙はシンプル海になっていてあなたが波を作っているだけですなので今日も朝から素敵な波を360度全方向へ飛ばしちゃってくださいね明日は海浮き輪理論の後編相手と自分との関係は 自分と自分自身との関係をお伝えしますね。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では、皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。